今日はこれからテームズキャンパスをご案内します。レッツゴー。ここがスタッフのオフィスです。生徒たちもスタッフに話しやすいようにとてもオープンなスペースになっています。教室も見ていきましょう。テームズキャンパスは現地の高校に通う高校生たちの放課後の補習をする場所にもなっているので、1対1の補習授業なので、こう小スペースになってますね。先生たちのお部屋です。はい、ここはテームズキャンパスの2階のスペースになります。ここのテームズキャンパスは時にはグループの生徒さんたちも受け入れているので、ここの大きなスペースはみんなでグループで集まってレッスンをするときに使います。ここは建物も古いので、今風の窓ではなくて、今ここの窓はまだ古いままで、昔ながらのこう持ち上げるタイプの窓です。結構重たいんです。このテームズキャンパスの建物はもう100年以上になる建物なんですけれども、すべてカオリの木で作られています。なのでとても歴史のある建物なんですね。このテームズ町は、ニュージーランドの中でも、歴史が古いと言われている町になります。にご協力いただいております。エバコネエデュケーションには高校準備コースがあり、ニュージーランドの高校1年生の単位 NCEA レベル1を提供している唯一の語学学校です。実績もあり素晴らしい学校ですので、コメント欄のリンクをチェックしてみてください。今日も見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。